インビジブルは2000年のアメリカ映画、コロンビア映画制作の SF 映画。キャッチコピーは姿は見えないが、殺意は見える。原案は H.G. ウェルズの小説、透明人間。透明人間になり次々に犯行を重ねる男と彼が起こす事件に立ち向かう人々を描く。本作においては、生物の透明化にはすでに成功しているが、元に戻すことが、 困難と設定されている。CG による透明人間の表現は以前の映像作品にも存在するが、本作では人体が皮膚筋肉骨格透明人間と次第に透き通っていく過程を描いている。クリスチャンスレーター主演で続編インビジブルにが制作された。現代は当初インビジブルマンとなる予定だったが、使用権の問題で変更された。日本では ホローマンでは日本の観客に分かりづらく、透明人間では今の時代に合わないとの判断から放題をインビジブルとした。ケビン・ベーイコン天才科学者であるセバスチャンは国家の極秘プロジェクトとして生物の透明化とそこからの復元を研究している。彼と研究チームは動物実験においてすでに透明化を成功させていたが、 透明化させた動物はその状態が長時間続くと精神に悪影響が及んで凶暴性が増大してしまい復元も成功できるような結果ではなかった。ある日、セバスチャンは透明化した動物の復元薬の開発に成功するが、さらなる名声を求めてこのことを国家には報告せず、メンバーの反対を押し切り、自らの体で初となる人体実験を行う。透明化は、 問題なく成功し、セバスチャンは透明人間の状態を楽しむ。しかし、いざ復元となった段階で実験は失敗。メンバーが必死に研究に取り組む中、彼は透明のままに置かれる。やがてその状態に苛立ちを募らせたセバスチャンは、自身が透明人間であることを悪用し、不法侵入やレイプなどの犯罪行為に走る。その際、 彼は研究所内の自室に置かれたカメラに再をするが、後に彼の無断外出がチームの知るところとなる。チームは研究成果を国家に報告しようとするが、セバスチャンはこれに反対。さらに研究チームの同僚で元恋人でもあるリンダが、同僚のマットと密かに交際していたことを知った怒りも加わり、ひいてはメンバーの殺害を企てる。セバスチャンは、 研究チーム外のプロジェクト関係者を殺害した後、研究所のセキュリティシステムから他のメンバーの ID を消去する。閉じ込められたことに気づいたチームはサームカメラでセバスチャンを追うが、リンダとマット以外のメンバーがセバスチャンによって殺される。セバスチャンはマットを気絶させ、リンダを冷凍室に閉じ込めた後、研究室を爆発させるように仕向ける。 冷凍室から脱出したリンダはマットを救出し、脱走の手はずを整えたセバスチャンと対峙。科学知識と起点を生かして、彼に深手を負わせ、マットと共にエレベーターシャフトからの脱出を試みる。仕掛けが作動し、タイムリミットが迫る中、復活したセバスチャンが追いすがるが、リンダは彼を炎の中へと突き放し、マットと共に研究室から脱出する。 セガの内田ことは本作における人体の透明化のシーンがコンピュータゲーム重0王プロジェクトオルタードビーストマイナスの開発のきっかけの一つになったことを認めている。ありがとうございます。